昨日、おとといと行われた KTS の日では、気象予報士コーナーにもたくさんの方がご来場いただきました。ありがとうございました。そして天気はというと、薩摩地方を中心に大荒れで大雨となったところもありました。そして今日の最終日は、急に秋の空気が流れ込んできたと思います。では KTS ウェザーセンタートピックスを見ていきましょう。もう突然の涼しさでびっくりした方も多かったと思います。特に牧之原や鹿屋市の紀北などでは日中20度を下回った時間もありました。かなり肌寒さを感じる一日になったと思います。そして3連休はまとまった雨となったところもありまして、一時大雨警報が発表されました中古式では 199.5 ミリ、伊佐市大口では150ミリを超える降り始めからの大雨となりました。この後もまだ雨の降る可能性はあります。そして明日になりますと、薩摩大隅地方は天気は回復します。朝から晴れまして、各地でまた真夏日と、今日からの気温差が大きくなりますので、体調管理には十分お気をつけください。ではまずは今日の気温から振り返っていきましょう。今日最も気温が高かったのは未明で26度台でしたが、それでもすでに10月並みの気温となっていました。そして日中にかけてはどんどん気温が下がりまして、午後1時台に最も気温が下がったんです。この気温が下がった原因となったのは雨、そして風でした。今日風が吹いた時間を重ねてみますと、午前9時時点で北寄りの風が強まったことがわかります。それによって秋の涼しい空気が県内に流れ込みまして、今日県内最も気温が低かったのは鹿児島市 21.8 度を観測しました。その後午後になると南風に変わりましたので、次第に気温は上がってきています。ただ明日からはまた真夏日が戻ってくる予想となっているんです。週間の気温で見ていきましょう。まず鹿児島市の最高気温、明日は31度、真夏日が予想されています。そして日中はこの先来週にかけてはまだ30度前後と、まだ暑さは続きそうです。一方で秋雨前線の北側に入りますので、県本土は朝は徐々に秋の涼しさを感じられそうです。鹿児島市も来週にかけては25度、まだ24度と熱帯夜は解消されていく見込みですが、日中の暑さにはこれからも引き続き対策が必要です。ではレーダーによる雨雲の様子を見ていきましょう。今日は種子島屋久島地方を中心に今雨のピークとなっています。この後豊島村は雨が降り続く予想で、県本土は雨の止むところが多くなりそうです。ただ明日の夕方までの予想雨量は24時間で、種子島屋久島地方は最大100ミリとまだ大雨となる可能性があります。土砂災害に注意してください。では気圧配置の移り変わりを見ていきます。今日から明日にかけてです。明日は秋雨前線がさらに南下します。北から高気圧に覆われる県本土は天気が回復するでしょう。一方で種役と奄美地方では周囲より気圧が低く、この低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、明日も雨が降りやすい一日となりそうです。明日の空模様は、薩摩大隅地方晴れますが午後は次第に曇り空、奄美地方は断続的に雨が降りそうです。では今夜のお天気です。県本土は曇り空で次第に雲が取れてきそうです。種子島や豊島村ではこの後も雨が降り続き、奄美地方も急な雨や雷に注意してください。明日の天気、鹿児島から指宿です。朝から広く晴れるでしょう。日中は北風が強めに吹くため、30度を超えても不快な蒸し暑さはあまり感じなさそうです。夕方以降は雲が増える予想です。霧島の国部、牧園、愛良なども昼にかけて雲は多いですが晴れ間はありそうです。午後は太平洋側の地域ほど雨雲がかかり、夜は一部で雷雨の恐れがあります。種子島、屋久島、中之島は雲が多く、夕方以降は雨の降るところがありそうです。また一日を通して風が強めに吹くでしょう。奄美地方は午前中ほど雨が降ったり止んだり、ただ激しく降ることはなさそうです。明日の気温です。最低気温、今夜から明日の朝にかけては県本土では25度以下のところが多く、特に伊佐市では18度と涼しそうです。屋久島、奄美大島は25度で熱帯夜の予想です。そして日中は大幅に気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりそうです。京都の気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。奄美地方は湿度が高く蒸し暑く感じるでしょう。波の高さです。錦江湾は50センチ、種子島、奄美地方は前半 2.5 メートルと高いでしょう。
現在種役と奄美地方には波浪注意報が発表されていて、明日は風が強めに吹きそうです。この時間の鹿児島中央駅前の様子です。もうすでに日が暮れて真っ暗になってきています。気温は 24.3 度と、この時間からあまり気温は下がらない見込みとなっています。では週間予報を見ていきましょう。鹿児島から指宿です。あさっては湿った空気の影響で1日曇りがち。ただ木曜日以降は晴れるところが多くなりそうです。あさっては前線上の低気圧の影響で雲が増えますが、木曜日以降は晴れて少しずつ秋の空気になるでしょう。鹿屋や南大隅町はあさって太平洋側ほどまとまった雨となる可能性があります。前線に近い奄美大島は金曜日までぐずついたお天気となりそうです。気温は平年並みか高い日が多いでしょう。桜島の降灰予報です。今夜遅くは火口から主に西側、そして明日の朝も同じく西側、鹿児島市街地方向に予想されています。以上、天気予報でした。